今度はナイフの使い方、それをちょっとやってみたいですね。どうでしょう、さっき先に行きましょうか。これね、ちょっとまあ、ね、なんかうまいこと手が動いてないっていうのはね、これ老眼鏡かけてモニター見てるで、こう触ってるんでね、どこにどう動かしたら切れるのか、どこでこう物に届いてるのかっていうのが分からないんですよ。結構ね、大変。嫌やったらせんかったらいいんだけど、ね、で、ちょっと少々荒いのはよく見えてないということで、ご勘弁ください。で、この間買ったナイフはね、あの向かへんっていうのは、ここを、こうかけるときにね、あ、ちょっと待って、買ったナイフ使うときはね、ケアするために、もう最初に、こういう折り入れもね、こういうところで、最初に切っといてください。よく切れるところを使ってやると。切れない刃物ほど危ないものはね、ないんで、これかな、これできたやつ、こっちか、あ、これやな、ね、で、まあ、これは、まあ、入り口の処理が一応、まあ、出来上がったものと、考えてください。普通はね、老眼鏡をかけて拡大鏡を覗き込んで作業してるんですよ。うん、年を取りたくないので、これでまあ一応入口の処理ができた。で、買ったナイフね、こうするじゃないですか。こうね、こうするときにこうギキギキっとこうなるんですよね。ここにこう筋状の跡がつくんですよ。だからできるだけその刃を出さずに、刃を踊らさずにショートするとこういう形ですよ。それと刃を押さえといてやるね。そうするとまだマシです。刃が踊りますよ。カッターナイフの場合はこういうふうにして使ってください。こうしてやるとね、ここが踊るんですよ。踊るとこの刃がだんだんにこう当たりますから、それ傷がつきます。まあ、その辺があんまり勝たないと金分けしたくないという理由ですわ。こうなんかギギギギって言ってるでしょ。こうつかかってるんですよね。で、まあ、こういう刃の場合はもう全然そういうのはないですから、そのままスッスッとこう刃が取っていく。音も違いますよね。ギギギギなんていきませんね。こういう感じだから、まあカンナ掛けするときはこういう小型の方がいいと思います。セラカンナ、これはボークスさんのおすすめのセラカンナですよ。まあこれも一緒ですよね。これもこっちの方がまあちょっと大胆に削りますけど、まあ、大胆に削れることは必ずしもよくはないです。で、こういう削り方すると必ず返りが出るんですね、こういうところは。こういうところ残しておくと、あと塗装の時に、まあ、ゴミになるわけですよ。返りがこれ必ず出るんですよ。ヤスリがけをすると必ず返りが出るっていうことです。で、こういうのは、まあ、柔らかい爪なんかで、こそぎ取っておいて、やると綺麗になります。これをまあ全部天然に洗ってやるわけです。で、人当たりやった後でペーパー分けをするという形にすると丁寧だと思います。で、これ結構ね、この間時間かかるんで、この間これ引けのチェックなんかしてましたよね。で、こういうところに、まあ、ここやとデコパテがいいですよね。詰めておく。
もうこれ作業かかる前にやっておくというのが、ね、時間の短縮になります。ここはちょっとね難易度が高い、修正するとね、初心者は修正するだけでいいです。でこの辺りちょんと乗っけてやるかな、これあたりね。でここの上がちょっと引けてますよね。こういうところにあの先日のサーフェイサーのを筆で取ってここにちょんと乗せておいてやる。それで作業している間に十分乾燥時間が取れると、そういう風にしておくといいと思います。あとねこれ結構ね難しいですよ、これ山ね。表からやると難しいけれど裏の方がいいんじゃないですか。裏からやるとね形が出てますよね。これは裏から染めましょう。そんな感じですね。